皆様こんにちは、七海ひろきです。今回は令和千本桜ということで、令和の義経と弁慶、今のこの時代にどういう風に描かれていくのかっていうところがすごく見どころになっていくんじゃないかなと思うので、そこを楽しんでいただきたいなと思っていますし、やはりね、義経と弁慶といえば古城大橋で出会って戦うというところが、やっぱこう歴史的にもストーリー的にもすごく熱い展開だなと思うので、そこがあるんじゃないかなと思っていますので、そこをぜひ見てほしいなって思います。芝居だからこそまた性別をこう超えられるというか、性別に関係なく演じる人、その人物を演じるっていうところがまたお芝居の面白いところだなと私はいつも思っているので、もちろんね、その宝塚自体もありますが、またこの新たな気持ちで、義経という役を演じるということをもう最高に楽しみたいな。いやー、コロッケさんお会いしました。なんかもう、なんだろう、大きいね、本当にオーラが陽で太陽、何言ってるんだ私なんですけど、まあ、とにかくすごくこう大きく包み込んでくれる感じがしたので、本当に大きな船に乗った気持ちで一緒に漕ぎ出していきたいなっていう気持ちになりました。もう安心しております。やっぱりこうこの時代だからこそ舞台を見るということで、気持ちがまたテンションが上がる、楽しくなるっていうのを感じていただけたら、こんなに幸せなことはありません。皆さんぜひ見にいらしてください。明治座10月、令和千本桜、義経と弁慶、コロッケモノマネオンステージ2021、劇場でお待ちしてます。